フローズンバブルバージョンにフローズンバブルはパズルボブル形式のフリーなコンピュータゲームである。Linux Mac OS X Windows スマートフォンに搭載されるシンビアンシリーズ60など様々な OS で動作する。また、一人用の Java アップレット版もある。最初のフローズンバブルはギオームコットンソによってパールで書かれた。これは SDL ライブラリーが使われており、 100のレベルとレベルエディターが実装されていた。いくつかの有名なオープンソースゲームのように、このゲームもペンギンのタックスを主役にしている。このゲームでタックスは色のついたフローズンバブルを打ち、同じ色のグループを作って消していく。ゲームの目的はすべてのフローズンバブルを消すことである。このゲームは GNU ゼネラルパブリックライセンスで公開されている。元々は マンドレイクリナックスで作動するよう考案されたコンピューターゲームであった。ネットワークプレイフローズンバブルは一人だけで遊ぶことも複数の人数を相手にして対戦することもできる。また、ネットワーク経由で不特定の相手と対戦することも可能である。ウズはネットワーク対戦の場合である。サーバーを選択し、ユーザーが参加するのを待ってゲームが開始される。 画面下に現れる砲台から泡を発射して、画面上の泡を順次撃ち落とすという、至ってシンプルなゲームである。泡の色は赤、青、緑など全部で8色あり、同じ色の泡が3つ以上くっつくと撃ち落とすことができる。砲台の操作は矢印キーで行い、それぞれのキーで泡を撃ち出す角度を決め、キーで発射させる。泡を壁に反射させて狙い撃ちすることもできる。 幾度も打ち落としに失敗すると画面上の泡がすべて凍りついてゲーム終了となる。すべての泡を片付けることができれば次のレベルへと進めるがレベルの数が上がるにつれて難易度も増していく。レベルエディタが付属しているのでプレイヤーは画面の構成に任意の変化を与えることが可能となっている。なお、二人で遊ぶ場合は一つのキーボードを共有して対戦する。 一方は、上で述べた通りキーで操作し、他方は、XCV キーを使って、同様な操作することで、泡の打ち落としを競い合う。早く打ち落とした方が勝ちとなる。一つ前の画面に戻ったり、ゲームを終了させたいときは、エスケープキーを押す。h t t p w w w f r o z e b u b b l e o r g オリジナリースポンサードバイマウンドラバー。http コロンスラッシュスラッシュ www. リローデット .org スラッシュインタビュー php インティドイコール 18& ピドイコール64インタビューフローズンバブルザフルカバレージアバンドニアリローデッド。ありがとうございます